皆さん、こんにちは。私はピーター・スズキでございます。ピーター・スズキの横丁話と称して、日本の音楽界に関係のあった内外の方々との個人的なエピソードをお話ししております。今回は、ロストロポービッチ、通称スラバって言ってるんですが、それとヤマハの創始、ヤマハの財団の、理事長もしておられた川上源一、氏ですね、との、いろいろな関係を綴ってまいりましたけれども、今日から、来月、再来月と3回に分けて、個人的な友情、これがどういう思想になって音楽普及へとつながっていくかという、そんな裏話みたいなことも含めて個人的な友情というかですね、それをお話をしていきたいと思います。第1回は、1982年、8月の話です。82年と言いますと、スラバと川上さんがどこでまず最初に会ったかというと、1979年、スラバが演奏旅行で日本に来た時に、たまたま浜松で、一緒に食事をして、これは北の丸っていうところなんですが、今でも北の丸ありますし、横に桂木というゴルフ場もあって、これは日本家屋なんですけれども、そこを食後お庭を散策をしていた時に、川上さんの方は、スラバの目がものすごく純粋だと、いろんな、ソ連とロシアいろいろある中で非常に純粋に音楽をやっておられて素晴らしい音楽だと。で、今度はスラバの方が、感銘を受けたと、私に言い、それがずっと一つの思想みたいに残っていったのは、庭を散策していた、苗というかですね、こう植えてあって若木が植えてあるんですね。で、川上さんが、最近はみんな挿し木になっちゃった、挿し木というのは花が咲くとみんな同じ花になっちゃうんだと、面白くないと。私は種からやってるって、種だと、花が咲いた時はいろんな花が咲くと、これは素晴らしいと。というんで、ひょっとすると若木ばっかりですから、花が咲く時は私はいないかもしれないと、でも一生懸命、育ててるんだと。こんな話をされて、スラバは、これは間接的にそう言われて、幼児の音楽教育からずっと JOC に至るまで必死になって、ひょっとすると花が咲くのは自分がいない時かもしれないけれども育てるんだと、これはもうすごい感銘を受けたということを私に言っておりました。で、その時はスラバは自分が音楽監督をしている、アメリカのワシントン DC、 首都ワシントンのナショナルシンフォニーオーケストラ、この常任指揮者、音楽監督をしてますから、そこに、子供たちを呼んで演奏させたり、子供が作った曲を、コンチャルト、自分の指揮で、世の中に広めてあげようと、そんなことをコミットしたそうです。それで、1981年にすでに、綴ってありますが、国連総会議場での演奏会であるとか、ケネディセンターでの演奏会、これは81年の4月の19日と20日でしたけれども、それは大成功で終わって、それでその翌年です、82年の8月、確か14日だったと思うんですけれども、川上さんが、スラバ一家をともあれ日本に招待しようと、
それでスラバがたまたま、ネムの里というところがあるんですけど、そこに全国から、まあ、あの優秀な子どもたちと先生方を集めてミュージックキャンプをやってるんですが、そこにも、まあ、来ていただこうと、まあ、こんな風に思ったんですね。それで、8月14日に私はニューヨークの JFK からスラバとガリーナ奥さん、それとエレーナというお嬢さんですね。で、まあ、ピーター・ダニエルという、まあ、ジュリアンといってバイオリニストですけど、まあ、まあ、ボーイフレンドなのかパートナーなのか、まあ、それで、まあ、飛行機で成田に着いたんですね。それと一方、オルガという長女、エレーナの上のオルガ、は、まあ、パリからこう入っていたんですね。で、そこまでは素晴らしくこう来たんです。で、エレーナとかピーター・ダニエルはこれはビザちゃんと持ってましたからそのまま入って、で、オルガも入ってきた。で、スラバとガリーナ、これは、まあ、事前にパスポートはどういうのかっていうのはチェックしてあったんですけども、スイスのパスポートを持ってると、こういうことだったので、外務省の方に、まあ、財団から問い合わせをして、あ、スイスのパスポートでしたらば、まあ、仕事をするわけじゃないから、あ、どうぞ、何も問題ありませんと。まあ、こういう話だったので、問題ないと実は思ったんですね。ところが、スラバとガリーナは引っかかっちゃいまして、で、上の階の部屋に個室に連れて行かれて、係官2人、まあ、ねちねちとこうやられましてね。で、旅の目的は何だ、どこへ泊まるの、スケジュールはどうの、あなたは私に対してどういう立場で来てるのかとかね。まあ、こういうぐちゃ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 あったんですね。で、まあ、時間も経っていく。そうしたらば、スラバがなんとポケットからですね、八つ折りぐらいになった紙出してきたんです。それをこうやると、まあ、ちょうどレターフォームなんですけど、それにレーガン大統領、まあ、当時はレーガン大統領の指針になってサインをされてる。で、問題があったらばアメリカ大使に連絡しなさいと書いてあるんですね。で、まあ、僕はいや係官に、まあ、もともあれ今ここでアメリカ大使に電話してくれと、そう書いてあげると。で、今度係官の方が困っちゃって、で、まあ、ちょっと課長に相談してきますと。と言って、ところが電話したようなんですけど、課長さんはちょうど日曜日、ゴルフ場なんですね。で、係官は、今日は日曜日なんで、指定のホテルがありますから、明日来てくださいと。まあ、こう言うんですね。で、それはもうできないと。スケジュールがもうびっちり決まってるから、そんなことはできないから、ともあれ大使にまず電話してくれと。でも、やっぱり、それは若い係官、躊躇しちゃってるんですね。で、課長となんか押し問答やってました。それで、なんか決まったんでしょう。で、私に、あなたは保証人ですね、とこう言われたんですね。まあ確かに半分は保証人に来てるわけだ。で、法務大臣宛てに始末書書いてくると。でもこう言うんですね。でもフォームがあるんですね。で、まあしょうがない。それでサインして。で、まあ、ハンコを押せっていうか、母印で押して。で、今度はスラバに、こう、ちょっと色紙みたいになったハガキよりちょっと大きな、あれに国がこうずっと書いたんですね。で、USSR と書いてあって、そこにこう、チェックを入れるようになって、それで一番下にサインをすることなんですね。で、スラバに係官が、そこへチェックを入れてサインしてくださいと、こう言ったんですね。で、スラバしばらく見てました。で、USSR は、私はここが嫌だから、出てきてるんで、私はロシア人だとこう力んだんですね。真っ赤な顔して。さあ大変。
まあ、大政治問題になりますから、それで係官の方がおっとのいちゃって、もうこれで終わりだと思ったにもかかわらず、彼が力み出しちゃって、さあどうしようと。もう3時間以上経ってんですね。さあそこで、まあ私がひょっと思って、あ、スラがちょっと目をつぶっててくれと。それで僕が言うところをチェック入れてサインしてくれと。こう言ったのが、まあ彼、機嫌直したらニコッと笑って、わかったって言って。それでまあこうやってサインしてくれたんですね。で、まあ係官もこれで一安心。まあそれで一応入国ができるようになった。まあ窓の外では、まあ当時の財団の石川専務理事ですけど、もう心配そうにガラスの向こうで見えてたんですけど、まあ4時間近く粘られたんで、もう本当に心配したんでしょう。で、我々の顔が出口っていうとこからこう見えた途端にもう彼らも2個、こっちも2個、ということで、やっと入国がまずできました。ここで、ちょっと休憩をして音楽を聴いていただこうと思ってます。石垣島、沖縄の石垣島まで飛んで、それから今度は船、まあ、あのボタボタ大きいやつですね、21メートル大きいものですけど、それで約1時間でーっと南に下っていくんですね。これがですね、まあ、もちろん素晴らしい真夏ですけども、まあ、素晴らしい景色で、で台湾の台北よりもっと南に行くんですね。で、ここは今は人が住んでるかもしれません。当時はまあ人も住んでいない、ただ家はありました。だからまあ無人島みたいになってるところです。
ですが、新しい城と書いてアラグスクって言うんですね。沖縄の方は、まあ、アラグスクと呼んでますね。そこが実は当時はヤマハレクリエーションというので、まあ、小浜島とか西表とか、まあ、ずっと島を沖縄の島を開発をしてホテルみたいなのを作って観光客も入れられるようにしてあったんですね。でこの島だけはこれヤマハなのか財団なのか川上財団のものなのかちょっと私は分かりませんが、まあ、いずれにしてもグループでいうとヤマハの所有の島です。まあ、結構大きいんですよ。入ると行くと大きいんですけど、まあ、島その全体を、まあ、所有していて、で施設もあります。ちゃんと鉄筋コンクリートができて港もあって、それで、まあ、宿泊もできるようになってですね、そのアラグスクに、まあ、ついてきた。で行ってみると国連で演奏した浦壁真嗣君とか、まあ、たちですね、まあ、5、6名の子どもたちも、もう待ってたんですね。で、まあ、一緒に、まあ、何日か過ごしましょうというのが目的だったもんですけども、まあ、そこでリラックスをして、でみんな部屋割りをこうしたんですね。まあ、スラバの家族ずっとこうやって子どもたちやって、さあやってみたらば私の泊まる部屋ないんですよ。しょうがないから、まあ、大きなロビーがあるんですけど、そこに、まあ、ごろ寝するしかないなと、まあ、布団がありますからね、しようかなと思ったんですが、まあ、ガイドみたいに実はこの村長も兼務している山本さんっていう若い人がいて、で元の村長の家がありますから、そこへ泊まられたらいいですよと。で林の中に結構家が散乱してるんですね。まあ、ポツンポツンとあって、で、まあ、砂利道になってるんですね。で、まあ、2、3分、まあ、100メートルかそこら歩くと家がポツポツありますから、まあ、一番大きなとは言いながら、南の方で風通しのいい、まあ、昭和時代の家屋って言った方がいいですかね。まあ、入るとこう靴を脱いで上がると8畳ぐらいあって、で、まあ、6畳もあったりして、でもう全部開ければ風がさーっと通ると。で、まあ、台所もあるしお風呂場もある、まあ、そんなところでしたけど、電気もあるし水道もついてるんですね。でめちゃくちゃに暑いんです。8月15、6日ですから。で1週間前に台風が来て、まあ、ずっと、まあ、なぎ倒された木なんかもあるんですけども、サトウキビ畑みたいのもあって、それもみんな倒れてるんですね。で、まあ、いずれにしても私はそこへ泊まることにしたんですね。で布団なんか敷いたら暑くて寝れませんから、もう雑魚寝、まあ、畳の上カーッて寝る。で電気を消したらば大変です。電気消したらゴソ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 って音がして、なんか張ってくんですよね。あ、これはねまずいなと。で電気をつけるとパーッと散っちゃうんですね。でこれはね、電気つけたまんま寝るのか、電気つけたまんま寝てもね、これ寝れるかどうかわかんないし、暑いし、さあどうしようと。で、で蛇が来るかもしれないしね、ヤモリ、もうイモリもいっぱいいますからね。でそれぐらいならまだいいんですけど、毒があるのもあるかもしれない。でしょうがないから昔の風呂桶ですね、あれに水腰ぐらいまで入れて、そこに入ってもうしょうがない、じーっとこうやってもう寝るしかないんですね。これはね意外にいいんです。これ池の中でこういるみたいに涼しいんですよ、まず。で朝4時ぐらいになるとだんだんこう、こうすらとこうしらけてくるんですね。
だからこれはもう4時ぐらいになったら起き上がって、あっちの冷房のある方行って少し寝ようかなと思って、砂利道をそっちの方へこう歩き出したんですね。一面にね、カニ、このぐらい大きなカニが、片っぽのハサミだけが大きいんです。で、木の上にザーッとないるんですよ。それから鶏、これ野生化した鶏がもうコケコッコーつってね、あちょこちょこういるんですね。で、まあいずれにしても行って、まあ4時過ぎですから、もう入って、で、まあ電気をつけることはできたんですけど、電気つけるかどうしようかなと思ったんですが、で、まとまる少し仮眠しようと思ったんですが、そこが大失敗。川上さんが起きてきたんですね。お、鈴くんいるかと。将棋やろうって言って、将棋やらされるんですね。ね、で、まあ、まあ、大体負けるんですよ。もう僕、将棋なんてあんまりやってないんですか。それで、まあ、ね、まあ、下手だな、君は、とかなんか言われながらやって、何回かやるんですね。するともう60枚になると、今度、ロストポービッチ、スラバーが起きてきちゃったんですね。で、もう寝てるなんていうことはできない。で、まあみんな7時ぐらいになってわーっと出てくるし。で、まあ朝食を食べて、で、あとはまあその日は船で外に出て、まあ釣りをやったりなんかして、あ、釣りって言っても、まあ水族館って言った方がいいですかね。あの南の方行くと、色とりどりの魚がもう本当に無数に泳いでるんですね。で、私は泳ぎはうまい方だったんです。森を持って、それでシュノーケルで、まあ、パッパッとやるんですね。で、川上さんとのスラバは船で釣り、これはまあいくらでも釣れます。ここでちょっと写真、まあ、こんな、これはコピーだけですから、これはまあリラックスした、スラバと川上さんですね。これちょっと上の方が消えちゃってるんですけど、これは川上源一さんですね。これはスラバです。もう真剣ですよね。魚で、向こうの方の島は、これはどこの島かは私は知りませんが、結構地図に出てないような島がいっぱいありました。さて、それで3日ほど遊んだというかですね、して、で船で今度はすぐ隣の島と言ったらいいでしょうか、小浜島というところ、ヤマハの施設がありまして、ハイムルブシと言ったんですが、そこはもう近代的、まあ、観光客も入れますから、まあ、食堂もあるし、まあ、ベッドルームっていうかですね、で各部屋もあるし、冷房もちゃんと効いてますしね。でもうアラブスクから考えると近代的なところへ来たっていうような感じですね。まあそこで一泊だけしたんですが、もうスラバと子供たちはもうスラバのレッスン、まあ音楽のレッスンがもう始まってました。で、翌日は、まあ、石垣島まで船で戻って、そこから名古屋へ飛行機で飛んで、まあ、そこからあと車で浜松の工場を見たり、それから北の丸という、まあ、施設があるんですけど、そこでまあ一泊をして、で23日頃根室の里、これは、まあ、伊勢半島の鳥羽から相当南、魚屋田っていうところから奥へ入っていくんですが、そこに、当時ヤマハのリゾートで根室の里っていうのがあって、ホテルがある、ゴルフ場がある、まあ等々があって、その横にまあ財団が持っていたミュージックキャンプ、これですら40数万坪なんですけど、ホールがあって練習棟がいっぱいあって、まあそういうような野外劇場なんかもあるんですね。野外、まあ、劇場っていうより野外で演奏できる、ね、ところなんかもこうあって、で当時は夏のジャズフェスティバル、オールナイトジャズフェスティバルやったり、
しておりました。でそこに8月はあの頃毎年、JOC の、まあ、生徒たち、これは、日本全国から先生と一緒に来て、それで、まあ、そこでミュージックキャンプ一緒に泊まって勉強して、それで最後はコンサートホールで、そこにあるホールで、まあ、演奏し合うと。で、もうお客さんも入れるようになってですね、まあ、そういうところです。でこれは、これはちょっとこれはですね、まあ、北の丸ではないんですけど、川上源一さんの家が、母屋があるんですけど、そこから、まあ、2万坪ぐらいありますから、母屋があって、そこからだいぶ歩いて、これは東屋です。でこの東屋が、まあ、川上源一さんの、まあ、お城みたいなもんで、ここに、まあ、10畳ぐらいの部屋が実はあるんですけど、そこにオーディオセットがあって、全国から、まあ、毎年1万人ぐらい の、演奏のテープが来ますから、それをずっと聴いてるんですね。まあ、そういう場所です。でこれ、ロストポービッチのファミリーですね。一番こちら側にいるのは長女のオルガン、まあ、チェリストでもあるんですね。その次がバイオリニストのピーター・ダニエル、その、まあ、次がエレーナで、ガリーナ、スラバ、川上さん、まあ、これはもうスラバの一家ですね。まあ、こんなことがありました。まあ、それで根室の里ではいよいよ仕事、8月23日と24日だと思うんですが、2日間、なんとスラバが46人の生徒を、まあ、レッスンをしてあげたんですね。これはもう精力的に、まあ、曲は短いですからいいんですけど、聴いてスラバは本当に真剣に、自分がアドバイスするのは必ずしもそれでいいと思わなくたらば別のことをやればいいのよと、ただ一つのサジェッションとして聴いてほしいと言って、でまあ、一生懸命言おうとしたのは、単旋律でも音楽になるような曲を作ってほしいと。もう旋律見ると一音が音楽になるようなことを思って曲作りをすることと言って、である人には、まあ来年来るかもしれないから、その時はフルート、単旋律フルートの曲作ってくれませんかねというようなことも言ってました。それから、結構子供たちと言ってもやっぱり西洋音楽を勉強してますから、目をつぶるとなんかヨーロッパのキャンプ行って聴いてるような曲が多いんで、もうちょっと日本的とは言わないけど、あなたたちの想像力を豊かにした曲を作ってくれませんかねというようなことをしきりに言ってましたね。まあこれは46人、この、まあ、子供たちというか、これはその時は多分ロストロボビッチの指導を受けたっていうのは、ね、分からないかもしれないですね。理解、そのことがどういう意味かっていうことは理解できないかもしれませんが、まあ、多分大人になった時にほっとこうどこかに残っていくだろうと思うんですね。これは、まあ、マスタークラスのいいところで。で、まあ、スラバ46人やって、それで、まあ、その年は帰国をしました。というんで、約2週間、川上源一さんの招待で日本に来て、まあ、マスタークラスを46人やったと。まあ、こういうことですね。で、これは第1話です。ありがとうございました。